仏教で五戒って5つの戒め、これがねもう芯食いすぎてて、一個が不殺、殺さない、殺してないよってみんな思うじゃないですか、うん、だからこそ動物性のものを食べない、その次が嘘つかない、まあ、できそうだなって思うじゃないですか、この嘘つかないが実は最後めっちゃ効いてくるんですよ嘘つかない、はいはい分かりました、うん、で不適切な性的なことしない、適切なんです、で盗まない、で酒飲まない、でここへ来てですね、誤解守りますか、守りますって、守りますって何で思えるかっていうと、この5つはやっぱり何か大きなものを壊すんですよ。もちろん何かを殺したら最悪ですよ、人殺しなんかしたらもうそのまま一発でその人生終わりますけど、命を食いまくるっていうやり方してもこれ体壊すんです。嘘つきまくると信頼壊しますよ、社会的に、あいつ嘘ばっかついてる、で不適切な性関係、これも社会的なものを壊しますよ、バレたらバレたで大変だし、バレなくても揉めますよ、めちゃくちゃ遊んでる人ってめっちゃ揉めますよ、で盗む、これも犯罪ですよね、社会的にも壊しますよ、で酒飲む、酒は社会的なリスクと健康リスク両方持って、酔った勢いで暴力とか性的なこと言ったりとか、あと飲酒運転とか、それだけじゃなくて、酒飲むことで体も壊すんです。で、誤解守りますか、納得したことで守りますのでですか、こっそり酒飲んだり、こっそり浮気するでしょ。するとすでに2つ目のやつもブレイクしちゃうんです。これすごいむずいんですよ。こっそり酒飲んだり、こっそり抜く食ったり、もう全部破壊されてバーン。この誤解きっちり守るって、めちゃくちゃ険しいみたいな。この誤解に関して言うと、成功すればするほどプレッシャーが強くなるんですよ。しかも誤解守るような人ってきっちりしてるから信頼度高まるんですよ。信頼度高まって成功するでしょ。いっぱいお金入ってくるし、モテるんですよ。なのに誤解なんですよ。だから怖いんですよ。食わないでしょ。痩せるでしょ。酔わないでしょ。仕事やるでしょ。パフォーマンス発揮するでしょ。モテるんですよ。金入るでしょ。いいもん食えるんですよ。交友関係広がるでしょ。会食行くでしょ。いいもん出てくるんですよ。レベル上がれば上がるほどハードモードなんですよ、この誤解。でも成功者が陥る全てが詰まってる。誤解めちゃくちゃすごいなと思う。なんという戒めなんだ、この。めっちゃシンプルで、逆に言うとこれ以上の NG 作れないなっていうぐらい誤解のこと考えられる。結構こういう戒め系って各宗教あるんですよね。ユダヤ教か、モーゼの10回、あと7つの大罪とか、ああいうのがめちゃくちゃ芯食ってるから、よくこんな昔から作ってきたなって、これがよくできてる。ユダヤ教のモーゼの10回と仏教の誤解はほぼ被る。10個に含まれてます、この誤解。プラスアルファ、一神教なんで、ユダヤ教は唯一神を認めるとか、そういう一神教系の教えが何個かあるんです。後半5つとかほぼ誤解。まあ、強制はしませんけどね。揉めるんで、ね、すぐね、いや、お酒は飲みたいですとかね、酒は百薬の長ですとかね、帰ってくるんです。朝は食べた方がいいからね。みんな言うんですけど、人による、本当に個人の感覚を最終的に聞いて、酒向いてないなと思って絶対やめるべきだし、この食べ物合わないなと思ったものを、自分で食べるストレスの方が怖い。人もそうじゃないですか。この人合わないなっていう人と、過ごすことの方がストレス。で、あの人は合いませんって言うけど、あの人いい人よって言われても、いや、俺は合わない。それはね、避けていいなと、直感で。出家。出家。